南国市の上田公民館で行われている写真展は、1月の能登半島地震などを受けて地域の自主防災会が初めて企画したもので、高知新聞社の記者が撮影した昭和南海地震や東日本大震災の写真など100点を展示しています。昭和南海地震の写真では、壊滅した町の様子や両手で顔を覆いながら避難する住民の姿を捉えていて、地震の恐ろしさを映し出しています。あなたは自分で自分の命を守れますかっていうことを問いかけて、一緒にこう防災意識を高めていけたらいいなと。今日は寄進者による揺れの体験も行われました。写真展は今月22日までです。県内のニュースをお伝えしました。